解をしました。木はね、形を覚えて、これどう思うてくる？見ないでも描けるぐらいに、ね、なっていけばいい。で、簡単な杉からいくからね、杉はこう筆を置いていくの、点々とこう。自分で杉の木を思い浮かべてね。これやりましたよね。杉はね。で、杉の場合は、こう隙間が空いた方がいい。ね、この間にね。で、こう置いていけば。で、大体三角形でこういう感じにして、あと終わったらここに幹を通せば、これでも杉のね、感じができるでしょ。杉。杉の次はね、梅。梅じゃないね、松がいいか、松は枝が斜めにこうね、松はこう枝がね、こう垂れてる感じ、松。ここへ葉っぱも垂れてくるね。こうしたらこういうね、葉っぱが。こういう感じ、松がね、葉っぱが垂れてで、松っぽい感じね。で、じゃあこの竹ね、竹は、松竹梅でいくか、竹はね、節があるから、ここ節のとこを塗らないでこう置いていくの。こういう節を開けて、ここから枝を出して、葉っぱがこうつくのね。これね。と竹っぽくなるね。梅はね、スーッとね、長い枝が出てくるね。ね。そこへちょんちょんちょんと葉っぱつければ、梅っぽくなるでしょ。それから、それじゃあ、欅、さっきやったね。欅はもうこう来て、幹がこう開くのね。上の方で、こう枝が。だいたいこう開くの、欅は。葉っぱはさっきやったね。ここのとこは横。これちょっと下がるね。こっちはこっちで下がる。それで、真ん中あたりは、前と前後の葉があるから密度、あんまり隙間開かなくてもいいけど、端っこは隙間が開くようにね。と欅っぽくなってくるのね。からあと白みたいなスーッとやってこういうね枝があってここに葉っぱがこうつくのね。これで白っぽくなるのね。あとヤシ。ヤシ？ヤシやっぱ下からこんな風にですね。ああ、あったね。そう。ヤシ。ヤシってかソテツみたいなね。ね、これもこうね、手で描いてね。それからあと生垣のなんていうの、こう貝塚いぶきみたいの。それこういう感じね。筆先でこうやって形作っていく。ああ、そういう感じね。あとこう柳はね、下からくくっときたら上から葉っぱが垂れるようにね、こうずっと。そうとね。形を覚えてれば見ないでも描けるから、これが基本で、あとはちょっとこうね、立ったりいろんな、実際写生いくと形は変わるけどね、描き方はこんな風にやっていけばいい。一個一個丁寧にこうね、こうやって置いて、こうやって一生懸命こうやっていくと勢いなくなっちゃうから、ね、なるべく上持って、さっさって描いていく。こういうのもそうね。こうやってこう一生懸命こういう葉っぱをこう塗るんじゃなくて、筆先でもうシュッとこうやればいい。